うわむずい、待ってむずい。すごい斜めこうってどうだ、あ、いい感じ、いい感じ。こんばんは。ごめんごめんくるくる回しちゃいました、すみません。こんばんはです、皆さん。ギフトありがとう、モンブランさんありがとう、ガントチャートさん、ハイビスカスかわいい、ありがとうございます。バラちゃん、カタカナのタカさん、ユウキさん、ソリオさん、ズミンさん、ギフトありがとう。ジャボテンさん、お疲れギフトありがとう。僕は何回だって何十回だってこんばんは。みんな今日から仕事始めですか？普通に普通にお仕事だったんでしょうか？仕事始めの人が多いような気がする。今日からめっちゃ斜め、今日からでした、昨日から、あ、そうなんだ。こんばんは。ゆきはさん、ギフトありがとうございます。明日行けばまた休み。ああ、確かに。明日金曜日で、明後日からまた土日なるもんね。カレンダー通りだったら。こんばんは。私は今日朝実家にいて、で兵庫からレッスンがあるんで帰ってきたんですけど、新幹線めっちゃ遅れてました。で、私のお父さんも今日から仕事始めだったんで、めっちゃね、一緒にね、一緒の新幹線に乗って、お父さんも同じ方向でお仕事があったから同じ新幹線に乗って、私は広島で降りた。そう、お父さんと新幹線乗って、私は途中広島で降りて、お父さんはもっと先の方にお仕事で行きました。仕事始めでさ、大変だよね、みんな。新幹線遅れてたら、新幹線の中で話してないよ、お父さんと。一緒に出勤、新幹線で、そう、たまたまなんですよ、本当に。たまたま新幹線で出勤、親子出勤しました。特に喋ったりはしてないけど。
花文さん、お疲れギフトありがとう。席は隣同士ですね。新幹線混雑してましたよ。でも別に合わせたわけじゃないんですよ。本当にたまたま偶然、あ、じゃあ一緒になるねってなったんで、あの同じやつに乗ったっていうだけですね。狙ってないんです。あさっての福岡公演楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。私も楽しみです。福岡、一応福岡も地元なんですよね私。 BLT のやつ今から書くよ。ほんと乾いたな。藤正さん、ハートギフトありがとう。BLT、ネット注文するかコンサート行く途中で買うか悩み中。あー、悩むね。ネットはちょっと届くのが遅いっていうから言うけど、でもまあセブンネットで注文するのもありだし、どうなんでしょう。まあ当日買うのもいいと思う。両方はちょっと、両方ですねって。余裕がある方は両方して見てはどうでしょうか。あ、セブンネット特典があるんだって。じゃあ特典が欲しい方はセブンネットで注文してください。一人何冊ですか。なんかノルマみたい。一人100冊嘘嘘。そうですね、一人一冊手に取っていただけたら私はもうそれだけで大幸せです。これを今見てくださってる方がみんな BLT グラフ8月31日に発売されるものをね、一冊買っていただけたらもう私は幸せです。嬉しいです。大幸せ大幸せです。なんでさ大満足っていうのにさ大幸せを、幸せに大はつかんのかな。大幸せ、変な日本語。自分的な注目ポイントですか BLT グラフの。2パターン衣装着てるんですよ。1つ目が花柄の黒のワンピースで、2つ目がからし色の
なんかタンクトップみたいなやつ、うん、からし色のやつの方が室内で撮ってて、それは結構なんか大人っぽい感じです。より黒の花柄のワンピースも結構なんだろう、なんかなんて言ったらいいんですかね表現の仕方難しい。私大人だから大人っぽいって言ってもあれなんだけど、まあ大人っぽい感じですね。でもあのブログにちょっと前にまとめてるんですよ。ブログをご覧になられてませんか？ブログを見た方はそこにね、2パターン衣装着てるので、それを見てもらえたらと思います。なんか3つに分けてブログ BLT の撮影のことについて書いてます。よかったらそちらをご覧ください。カタカナのタカさん、ギフトありがとう。アオチさん、ココナッツありがとうございます。でもね、結構前にブログ書いたんですよね。 BLT さんの裏側みたいな感じで、だからすごいお待たせしちゃったので、また改めてブログに書いたりするのもいいかなって思うし、ブログ、この間はブログだけだったけど X にあげないとなって思いながら、今日はちょっとあのね、朝ねオフショットあげようとしたんだけど、なんか新幹線でレッスン間に合うかどうか分かんなくて汗汗してたらお昼過ぎてたので、もう明日にしようって思いましたすみません。楽しみにします。ありがとう。汗汗してました朝。ね、オフショットね、いい感じなんですよ本当に。だからでもね、ちょっと恥ずかしい、なんか恥ずかしがっちゃいけませんね。恥ずかしがっちゃいけないです。9月18日のフェスのチケット受付も始まった。あ、そうだそうだ、ファンあれファングって読むの、ファンミュージック、ファンミュージックフェス、あれのね、チケットの受付も始まっているので、よろしくお願いします。あ、あとさ、昨日、ヤンマガのお話をしたら、なんかランキングが上がってたみたいで、とても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございますランキング上がってました。じゃあもっと話そう
嬉しいです。ウレピーナット、ね、ショールームでさちょっとお願いしただけなのにさ、みんながすごいね、あやこじが言ってるってあやこじが言ってるってさ、みんなが頑張ってくれたんだなって思ったら嬉しかったですありがとうございます。嬉しい。アイコジ教だ、これがアイコジ教の力だ。こんばんは。いつも控えめ。そうなんですよ、なんかお願いしますっていうのがね、なんかしつこいって思われたら嫌だなと思ってあんまり言わないようにはしてたんだけど、よかったらヤンマガウェブよろしくお願いします。BLT も8月31日発売だから買ってね。優しい、みんなありがとう、よろしくお願いします。くじまささん、だるまありがとう、ありがとうございます。白のひとときのむときのあなたの顔が好き。あのね聞いてください実家でね、あのお母さんとガールズメールをお母さんとガールズメールを踊りました私が前でお母さんが後ろでお母さんと途中でお母さんがついていけなくなって後ろで私のダンスを見てましたお母さん踊るの好きなんですよあ私が歌って踊って、てんてんてん、てんてんてん、てりてりてててててててりてりてててててて、なんかここら辺はついてきてたんですよ。海岸線をバスは進む。空は高気圧、俺が最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りのが圧縮。ここら辺もまだ良かったんですよ、後ろでバタバタしてたんですけど1サビが終わった後ですね、ガールズ彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガ
ここら辺でちょっとリタイアして椅子に座って、そうサビデビューでリタイアして、私の歌とダンスを見てました、後ろで。お母さん研究生、コジルール。ママコジはね、ノリノリですよ。コールはね、たまにしてくれる。コールはたまにしてくれます。お母さんあれうまいんですよ。思い出せる声うまいんですよ。ここの部分ここの部分うまいですよ。遠くから眺めてる時なら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くここめっちゃうまいんですよ、お母さんここだけめっちゃうまい、ペンギンのみたいなダンスのとこ。かわいいです。なんかね、 STU のそのライブとか見るじゃないですか。あ、見てくれるんですよ。そしたらね、お父さんとお母さんがねよくね真似してね踊ってます。まあね、全然違うんですけどね全然違うんですよ。でもね、踊ってくれる。何してるのってそうなんですよ。面白い家族ですゆうさん、くじますさん、ガントチャートさん、ニコライさん、ギフトありがとう。タカさん、ギフトありがとうございます。家族で踊ってみた。あ、そういうのにはね出ないんです。そういうのには出たがらない。もう内輪でやりたがるだけ面白い。ソリオさん、ギフトありがとう。たかさん、ギフトありがとう。
やっぱりなんかいいですね、実家は。美味しいご飯が食べられて、朝起きたら洗濯物が洗濯してくれてていいね。実家はいいです。呼吸してきたよ。頑張るよ。福岡公演頑張るよ。りゅうちゃん元気だった。ゆっくりできましたよ。お疲れ様です。こんばんは。恐竜プレゼントでいただきました。恐竜かわいい。歯が折れてる本当だ。よいしょ。もう一ついただいた恐竜のぬいぐるみです。今日は3人でお送りしたいと思います。パペットマフェット知ってるよ懐かしい。あれや、私がね幼稚園か小学生ぐらい、小学校低学年ぐらいの時にエンタの神様で見てました。カエルとね牛のねやつですね。パペットマペット、でもパペットマペットさえ知らない世代がもういるんですよね。こんにちは。じゃあ一人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。じゃあまずはこっちの青の恐竜くんお願いします。
じゃあお名前から言ってもらってもいいかな。日本語が喋れないのかな。ちょっと恥ずかしがり屋みたいですね。じゃあこっちの緑の方の恐竜くんに自己紹介をしてもらいましょう。お願いします。ちょっと恥ずかしがり屋なんですね。ちょっとみんな恐竜くんはちょっと恥ずかしがり屋ですね。名前さえも言えないみたいです。じゃあ私が名前つけますね。じゃあこっちはそうだな、じゃあ番長です。番長くんにします。この恐竜は番長。番長。こっちはそうだな、何にしようかな。なんか特徴的な、射程にしときましょう。番長くんと射程くん、決まり。こっちが番長です。こっちが射程です。番長よろしくお願いします。あとしか言えないみたいですね。バイバイ。一つね、ピオリンもいます。ピオリンはピオリンなんですけど、まああえて名前をつけるってなったら、そうですね。何がいいかな。
ナゲット、ナゲットか。ナゲットはやっぱニワトリがいいよね。あ、でもこれもニワトリか、ニワトリになるのか。じゃあこれはナゲットにしよう。ナゲットくん、ナゲットと射程と番長、いいですね。ぬいぐるみに名前付け始めたよ、ごめんね様、まぶしいその横顔を見てたらハートにそうと、ドゥ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 、ジェノラゴさん、空飛ぶドラえもんさん、ギフトありがとう。ごめんね様、ジャボテンさん、ヘリアンさん、ギフトありがとうございます。雨降ってたよ、夕方ぐらい、7時前ぐらいかな。買い物に行ったら雨降り始めてさ、雨宿りしてた。ぬいぐるみとお話しすることはもう最近はないですね。昔はしてましたよ、子供の時とか。大好きちゃん元気にしてます。ぬいぐるみなので元気、命はありません。いつまでも元気です。眩しいその横顔を見てたら、どうにそうとドドドドド、僕のひたずら。プリンちゃんゲストありがとう。ぬいぐるみの命は永遠です。ファブリーズは書けない。ルくん書いたとき元気してた。でも最近よく睨まれるよね、あれように。武蔵と小次郎も元気です。あの、クローゼットの中で元気にしてます。実家には愛犬のチワワが一匹いるんですけど、最近なんか帰ってきたら睨まれます。もうね、本人は睨んでるつもりないんですよ。眠いだけなんですよ。ファブリーズに除霊効果、え、わかんない。ファブリーズ、待って、ファブリーズにそんな除霊効果あるんですか。そんな効果入ってないと思いますけど。こんばんは。あるの？え、待って待って、ファブリーズのイントネーション違う？え？ファブリーズ。え、違う？待って。え、待って、ファブリーズでしょ。ファブリーズ？ファブリーズ。もうどっちでもいいじゃないですか。はーん、何？ちょっと待って、私どっち言った？ファブリーズ、私ファブリーズって言ったよね。ファブリーズって言ったよね。ファブリーズって言ったよね。
リーズって言わないんですか？ファブリーズでしょ、絶対ファブリーズでしょ。ファブリーズでしょ。ファブリーズ。なんてもう。ファブリーズだって。ファブリーズ。どっちでもいいな、でも。ファブリーズ。ファブリーズ。ファブリーズ。ビズリーチ。ビズリーチは関係ないやん。わかった。私が正解出しますね。いきますよ。せーの。ファブリーズ。ファブリーズ。ファブリーズ。合ってるでしょ？どうですか？ちなみに私の家にはファブリーズはありません。ファブリーズはあります。BLT2 冊予約しました。あ、ありがとうございます。信じますよ、その言葉。ありがとうございます。あっちゃさん、かわいい、ありがとうございます。ノー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 、私の家にはあのね、魔法のね、魔法のシュッシュがあるんですよ。キヨさん、あっちゃさん、チバニャンさん、ギフトありがとうございます。皆さん100冊なので、あれですよ、 BLT の最高ノルマは100です。100なので、それだけちょっとお忘れなきをお願いします。そう、最低1、最低1。待って待って、1冊1200円するんですか？やばいよやばいよ、それはそれはやばすぎる、それはやばすぎる。待って待って待って、1,2,3,4,1,10,100,1,000,万,10,000。え、あれ100冊買ったら12万になっちゃう。やばーい、やばいよやばいよ。じゃあみんな分かった、1冊で大丈夫、余裕があれば2,3冊。どうかな、どうですか、どうでしょう。やばいよやばいよ。これを見てくれるみんなが最低1冊は買ってくれることを願っております。よろしくお願いします。余裕がないから1冊だけ買えます。え、もう全然1冊だけでも
大大大幸せ、大大大幸せですよ。大幸せ、幸せは歩いてこない。こんばんは。コンサート会場で、ああ確かに。私がさ、でもさ、仮にさ、コンサート会場で皆さん BLT グラフぜひ買ってくださいねって言って手売り販売とかしたらさ、100冊あったらさ、それってなくなるのかな。でもなくならんかったらちょっとショックやね。全部買います、やばい。そんな、そんなことないよ多分ね。あれですよ、まだこんなに残ってる、悲しいってなるんですよ。うれ残ってる。うれ残ってる。おえつおえつ、泣きながら売ることになってしまう。うかえれない、百冊売らないと、かえうかかえれない。いやということになるので、皆さんおのおので BLT はご購入ください。最近みんなが聴く曲何ですか？セブンネットだとポストカードついてくるのでそれにしました。ありがとうございます、嬉しいです。イエーイ。最近聴いた曲ありますか？予約しようかな。今予約します。ありがとう、嬉しい。
信じるぞ、その言葉を。いいのか、信じてもいいのか。お一人様天国、自由で気楽なお一人様天国、揉めることなく一緒で穏やかな日々。めちゃくちゃ MV 可愛かった。さすが、さすが乃木坂さん、素敵。It's a single life。 自由だ、自由的楽なお一人さん天国。お一人さま、AKB さんの新曲も、え、すごい、あのカウントダウン、カウントダウン TV 見ました。めっちゃすごい、え、いいなって見てました。こんばんは、来てくれてありがとう。来てくれて私は嬉しいよ、ありがとう。じゃあ今から私、みんなの最近聴いた曲は愛こじの歌って聞いて、言ってもらえるように今から私歌を作るので、最近何聞いたって聞かれたら愛こじの歌って言ってくださいね。いいですか？夏が終わる、夏が終わる、夏を反対に読むと綱マグロを、ツナマヨは食べたことないけど、人気のあるぐ、おにぎりのぐ、夏が始まったと同時に、ツナの季節、季節に、夏も始まる。ツナ、ツナ、ツー。はい、ありがとうございます。最近記憶、最近こんな曲聴きましたっていうの言ってくださいね。
愛子寺の歌。タイトルですか？タイトルは夏の綱です。夏の綱。じゃあ2曲目いきますか。2曲目歌ってもいい？夏の夏のイカ焼き、夏のイカ焼き、イカ焼きは食べない、例年通り食べないと思ってた、でも今年は食べる、夏のイカ焼き。食べないと思ってた。はい、これは夏のイカ焼きという曲です。どっちもジャージーですねって言われた。私ジャズなんだ。私ジャズ向いてるんだ。3曲目ですか？仕方ない。3曲目をじゃあみんなのために歌いたいと思います。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月また出会えると信じて、最高の思い出を
がとうございます。いやー、3曲目はやっぱり気分が乗るといい曲が作れるものですね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと下せないよ。つらい。私の夏のさ、渾身のさ、一曲をさ、今生み出したメロディーをさ、パクリですか？パクリってつらいな。ちょっとこれはきついな。涙が出てきそう。ちょっときつい。もうね、もう一曲、もう一回歌ってって言われたら、もうメロディーがもう出てこない、もう出てこなくなっちゃった。うん、魂込めた一曲ってもう二度とメロディーがね宿ってくれないんだなって思って、まあそんな幻の一曲でした。音楽も一期一会。オマージュも巡り合わせ。パクリはリスペクト。こういうことですね。残卓さん、カズさん、デサイズハーツさん、ギフトありがとうございます。
では皆さん、今日はこの辺にしておいて寝ましょう。解散。ではランキング読みます。13位、キヨさん。13位、青鷹さん。12位、キヨさん。11位、ズーミンさん。10位、ジュノラゴさん。9位、ヘリアンさん。8位、ユウさん。7位、ウリンちゃん。6位、アオチさん。5位、ソリオさん。4位、クジマサさん。3位、カタカンタカさん。2位、ジャボテンさん。1位、ガントチャートさん。ありがとうございました。最高の思い出を。それでは皆さん、最後にお知らせをして終わります。8月31日に BLT グラフが発売されるので、もう予約ができます。今日は予約をしてから寝てください。できない方は当日買ってください。それから明日予約してください。そしてヤンマガウェブですね、皆さんのご協力のおかげで今日はランクアップしました。ありがとうございます。この調子で一緒に頑張りましょう。私もちょっとオフショット、いいオフショットが上げられるように準備しておきたいと思います。そしてですね、9月18日のファングフェス、ファングミュージックフェスというものに出演します。はい、来月になるんですけれども、チケットの受付が開始しておりますので、皆さんお待ちしております。では皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。さようなら。おやすみなさーい。おやすみー。